皆さんこんにちは、ハンドメイドキヨちゃんです。今回はこちらのダイソーさんの創業50周年の記念の 40% 増量の糸を使ってトップスを編んでいきたいと思います。こちらの動画を最後まで見ると面倒な編み方をしなくても簡単に素敵なカーディガンができますので、ぜひ最後までご視聴ください。70g プラス 30g で 100g の一玉 100g の糸になります。糸長が 235m、 色が2番のスモーキーピンクになります。で、かぎ針は5号針 3.0mm の5号針で編んでいこうと思います。素材はポリエステル 100%、 標準ゲージが10センチ平方のメリヤス編みで25目30段になります。すごく柔らかくて肌触りのいい糸になります。手洗いができますが、アイロンはかけられないのでスチームはかけずに、完成させたいと思います。ではご紹介していきます。用意するものは5号針3.0mm の5号針、とじ針と糸切りバサミ、マーカーと、あとメジャーになります。ラベルを取って、中から糸を出していきます。鎖の作り目から編んでいきます。斜め一模様になるですけど、86目作り目を編んでいきます。針に糸をかけてクロスのところを持って糸を引き出して糸を絞ります。長い方を引っ張ると輪が絞れます。で、針に糸をかけてここから鎖を編んでいきます。1、2、3、4、はい、鎖を86目編んだら1段目立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目は、この裏山、この鎖の裏山、こうポコッとしたこういうところがあるんですけど、この裏山を拾って細編みを編みます。はい、そしたら最初の目マーカーをしてください。そしたら鎖を一目編みます。で、この鎖一目は飛ばして、次の目に細編みを編みます。そしたら次、鎖5目。1、2、3、4、5。編んで、鎖は1、2、3目飛ばします。4目目に針を入れて細編み。次は鎖3目。鎖3目の時は目を2目飛ばします。鎖の3目目に細編み、これを繰り返します。鎖5目と鎖3目を交互に編んでいきます。次、鎖5目、1、2、3、4、5目編んだら1、2、3目飛ばして4目目、次は鎖3目3目編んで1、2飛ばして細編み、繰り返していきます。はい、最後に来ました。作り目が2目残っている状態になります。そしたら鎖を1目編んで、この1目を飛ばして細編み1目で終わります。はい、そしたら
次2段目。立ち上がり、鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、最初の目に細編みを編みます。そしたら、わかんない方はマーカーを最初の目にしといてください。そしたら、針に糸をかけて、ここが鎖5目の目なので、ここに長編みを編み入れていきます。長編みを1目。次、鎖を1目入れて、3、1。長編みを3目編みます。はい。そしたら鎖をまた1目入れて、長編みを一目編みます。はい。これで扇の模様が一つできました。そしたら前段の鎖3目のところに束に針を入れて細編みを編みます。そしたら次同じ先ほどの長編みを一目編んだら鎖を一目入れて長編みを3目。3目編んで鎖を1目入れて長編みを1目編んだらここの前段の鎖のところで細編みで1目編んでこのように止まります。これを繰り返していきます。最後に来ました。そしたらここ細編み鎖細編みのところの細編みのこの最初の目にマーカーしてありますのでここに細編みで編み終えます。そしたら3段目は鎖3目で立ち上がります。これでそのまま鎖2目編んで全部で5目鎖を編みます。鎖3目のところをもし、分からなくなっちゃう方は鎖3目立ち上がり 1,2,3 目目にマーカーをしておきます。で 4,5 目鎖を編んで編み地をひっくり返してで、長編み3目のところ鎖と鎖の間のこの長編み3目のところの最初のこの目に細編みを編みます。そしたら鎖を1目入れてまた1目飛ばしてこの長編み3目の3目目に細編みを編みます。そしたら鎖2目で次長編みはこの扇と扇の間に細編みを編んだんですけどここの目に針を入れて長編みを編みます。で鎖2目編んでまたこの扇の真ん中の長編み3目の最初の目に細編み編んで鎖を1目入れて1目真ん中の長編みの目を飛ばして3目目の長編みに細編みで編みます。そしたら鎖2目で針に糸をかけてこの谷のところの細編みに長編みを1目入れます。そしたら鎖2目で細編み鎖1目細編みそしたら最後のところここの扇のてっぺんのところ細編み鎖細編みで編み終えたら
ここの最後は鎖を2目編んで、このマーカーの最初の目に針2をかけて長編みで編み終わります。はい。そしたら今度4段目、立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して細編みをさっき、長編みの目に、最後の長編みの目に細編みを1目編んでマーカーをつけときます。そしたらまた扇なんですけど、今度の扇は鎖を1目と、この前段の細編み鎖細編みのこの、鎖のところに側にこのように針を入れて編んでいくんですけど、長編みを1目入れて、で鎖をまた入れて、長編みを今度2目編んで、で鎖を入れて、また長編みで、最後鎖を入れるの忘れずに、鎖を入れたら前段のこの長編み、鎖2目で長編み編んで鎖2目編んだこの長編みのところに細編みで留めます。これで、扇ができました。はい、また編んでいきます。扇を編んでいきます。鎖を1目入れたら、前段のこの、細編み鎖細編みのここに側に針を入れて長編みで、鎖を入れたら次長編み、で鎖を1目入れたら、またこの、長編みを入れたところ、同じところに側に針を入れて長編みを今度2目編んで、鎖を入れて、長編みを1目入れて、鎖をまた編んで、それで前段の長編みのところに細編みで留めます。これを繰り返していきます。鎖1目、最後もこの扇を編んで、はい、これで最後のところに来ました。そしたら、このマーカーで留めた立ち上がり鎖3目の3目目のところに細編みで留めます。はい、次また立ち上がり鎖3目プラス鎖2目編みます。の3目目、立ち上がりの3目目にマーカーをして編み地をひっくり返して、今度は前段のこの、鎖長編み鎖の、鎖のところ、この真ん中の長編みの隣のところの穴に側に針を入れて細編みを編みます。そしたら、ここに鎖3目の山を作ります。長編み2目で、鎖1目のこの穴のところに細編みで留めます。そしたら、今度は鎖5目、1,2,3,4,5目編んで、
また、真ん中の長編み2目の隣の鎖のところに束に針を入れて細編みで鎖3目で、また隣のこの穴、長編み2目の隣に細編みで留めて鎖5目、鎖3目で細編みで留める。そうすると、最後鎖を2目編んで、最後このマーカーのところ、最初の細編みのね、前段の細編みのところに長編みを編んで、これで5段目が終わりました。そしたら次6段目、立ち上がり鎖3目編んで、編み地をひっくり返して、この穴が開いてるここに鎖2目編んだこの穴のところに長編みを編みます。最初の立ち上がりの3目目にマーカーをつけておきます。そしたら鎖を1目編んで、また同じ穴に束に長編みを編みます。そして、この3目鎖を編んだところに細編みで留めます。はい。そしたら、この最初の扇の編み方が今度こずれてこっちに編んでいく形になります。この鎖5目のところに長編み鎖長編み3目鎖1目長編み1目このように編んだら、この鎖3目のところに細編みで束に留めます。長編み鎖長編み3目鎖1目長編み1目で編んだら、この鎖のところに細編みで留めます。これを繰り返していきます。この立ち上がり鎖3目プラス鎖2目のこの穴のところに長編み鎖長編みを2目編んで、これで終わります。はい。ここのところは、そのまま束に長編み2目編んでいいと思います、はい、ちょっとマーカーはこの段はいらなかったんですけど、7段目立ち上がり鎖1目編んで、この一番最後の長編みのところに細編みを編みます。そしたらマーカーをして、細編みを 2目編みます、このマーカー下のと隣の長編み2目のところに細編みを2目編みます。そしたら、鎖2目編んで、この谷のところの細編みのところに長編みを1目編みます。そしたら、鎖2目編んで、この長編み3目のところに
最初の目に細編み、で鎖1目飛ばして細編みで編んでいきます。でここの3段目と同じ編み方になりますね。鎖2目長編み1目鎖2目はい、今最後長編みを1目編んで、最後のところら辺に来ました。そしたら鎖を2目編んで、ここ前段のこの立ち上がり鎖3目と長編みの目なんですけど、この長編みの目に細編みを編みます。で最後、このマーカー立ち上がり鎖3目の3目目に、もう1目細編みを編みます。はい、これで7段目が終わりました。で8段目、8段目立ち上がり鎖3目編んで編み地をひっくり返して、前段のこの最後の細編みの目、細編み2目の2目目、最初の目です。ここに長編み、鎖、長編み、鎖を交互に編んで、で前段のこの長編み1目のところに細編みで留めます。そしたらマーカーはこの長編みの一番隅の長編みの隣のこの立ち上がり3目の3目目に印をしておきます。そしたら4段目と同じ編み方の模様になります。鎖を1目編んで、前段の細編みと鎖と細編みのこの鎖のところに束に針を入れて長編み、鎖を1目入れて長編み2目で鎖を1目入れて長編みを1目入れて鎖を1目入れたら、この前段の長編み1目のところに細編みで留めます。繰り返します。そしたら、最後鎖を1目編んで、ここのマーカーをしてある前段の、細編み2目の2目目一番隅の目です。ここに長編み、鎖、長編み2目はい、これで8段目が終わりました。ここの、長編みのところに細編みを編んで、鎖、長編み、鎖、長編み、長編みで終わっています。そしたら、また模様がずれていく感じで8段一模様になります。なので、今度9段目なので、今度ここのところに
この鎖のところになります。裏側を見て編んでいきます。立ち上がり鎖一目編んだら編み地をひっくり返して細編み、で細編みのところにマーカーを入れて鎖一目、この長編み二目の隣がこの穴開いてるところに側に針を入れて細編みで留めます。そしたら鎖5目編んで、この長編み扇の真ん中の長編み二目の隣のこの穴に側に針を入れて細編みで留めて、鎖を3目編んで、このようにまた穴のところに細編みで留めます。で鎖5目編んで、鎖5目編んで、最後この穴のところ、この立ち上がりのところと長編みの隣のこの長編みと長編みの間の鎖のところに細編みで留めて、で鎖を一目編んで、でこのマーカーのところ立ち上がり鎖3目の3目目のところに細編みで留めます。はい、そしたらもう最初の2段目の編み方と全く一緒になりますので、繰り返し編んでいってください。模様を8段一模様なので1,2,3,4,5 回繰り返して40段編み進めます。はい、これがこう、身ごろの半分になります。そしたら、袖の部分を、紹介します。そのままこの短いバージョンで紹介します。でこれ40段編み終わったとして、今度袖の部分になります。立ち上がりを鎖3目編んで、編み地をひっくり返して、でこの、鎖を一目編んだここのところに、側に針を入れて長編みを編みます。はい、でマーカーをする方は立ち上がり鎖の3目目にマーカーをしといてください。そしたら、前段の細編みのところは鎖を編むようにして、でこの鎖のところは長編みを2目編み入れます。これも側に入れて針を入れて長編み2目で、鎖1目で、今度、鎖3目のところに長編み2目で、鎖1目長編み2目、これの繰り返しです。長編み2目、鎖のところに、長編みを2目編み入れて、鎖を1目入れて長編み2目、これをこうして、3目を繰り返しこのように編んでいくと、目が縮んで、弦目になります。弦目の代わりに
貼ります。そしたら、最後ここ鎖を一目入れて、でここのところは最後この、分かりづらいんですけど、ここ鎖を編んでるので、ここに長編みを一目編んで、で最後ここ細編みのところにも長編みを一目編みます。袖の2段目、立ち上がり鎖一目編んで、最初の目に細編みを編みます。ちょっと印をしといて、で、鎖を一目編みます。そしたら、この前段の鎖のところに細編み。で、前段の長編みのところは鎖。で、これで、繰り返していきます。細編み一目、鎖二目、細編み一目、鎖二目。無数に針を入れればいいです。穴のところに。無数に細編みを編んだら鎖二目で、でまた鎖のところに無数に細編みで編んでいって、最後長編みのところ鎖一目編んで、で、最後立ち上がり鎖3目の3目目に、3目目ここです、ここですに細編みで止めます。はい、今度3段目鎖3目で立ち上がって、長編みのこっちが表ですので表を見て編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら、最初のこの目は飛ばして、これが長編み1目分になるので1目飛ばして、この前段の鎖1目編んだ細編みと細編みの間のこの鎖の目に束に針を入れて長編みで一目編みます。そしたら鎖一目、この鎖二目編んだところに長編みを二目編んで、鎖を一目、長編みを二目、鎖を一目、長編みを二目。で、こんな感じで、繰り返し編んでいきます。で、最後、細編み、鎖、細編みになってますので、鎖を一目編んで、この鎖のところに長編み。で、最後のこの目に長編みを編んで、これで3段目が終わります。4段目からはもう完全に2段目と同じ編み方になるの でまたチャプターで見て編んでいってください。こんな感じで12段編むとこんな感じになります。はい、こう自然と袖口がつぼまってこんな感じになります。で、この、身ごろ半分編めたら、今度こちら側からここの作り目のところを拾って、また半分、身ごろ半分を編んでいきます。
ではもう半分を編んでいくんですけど、こちらが表になります。表を見て編んでいきます。これが、1段目として、見るので、はい、2段目から編んでいく形になります。糸をつけて編んでいきます。で、最初だけ紹介していきます。この一番隅の、ところ、最初の目、作り目に針を入れて糸を引き出して鎖を一目編みます。これ立ち上がりにとして、で、細編みを今の目に一目編みます。で、印をしましょうか。はい、そうしたらこのね、この穴ありますよね。この穴は飛ばして、この大きな鎖の穴のところに、扇を編んでいきます。長編み、鎖、長編み3目、1、2、3で、鎖1目入れて長編み、この扇を編んでいきます。この小さい穴の方に細編みで留めて、で、扇を編んでいきます。長編み3目の方の扇です。これを編んで、小さい方の穴の方で、細編みで留めていく。これを繰り返して、だから2段目から表を見て編んでいくようにしてください。はい、扇を編んで、最後、この作り目の2目目がこう穴が開いている、反対側、ここが鎖になっている部分なので穴開いてますけど、この本当に最初の目、ここが鎖になってて、ここが穴開いているところで、ここの、ね、この最初の目に細編みで留めて、これで編み終わります。袖のところは12段編んでいます。そしたらもう糸端がこんだけになります。糸を引き出して、これで終わります。そしたらこの12段は、すくい閉じで閉じていこうと思います。表をこのように合わせて、袖口の方からそのまま閉じていきます。すくい閉じで閉じていきます。ちょっと足りなくなったら付け足したいと思います。このように表です。表を見て付け合わせて、この端の内側このように拾ってすくって、だいたいこんな感じで閉じていきます。すくい閉じでいきます。
感じで、ちょっと内側この、段が揃うように閉じていってください。こんな感じで閉じ終わったら、そのまま糸端、裏側にちょっと短いので最初にこう針を刺して、耳のところにちょっと針を適当に刺して、それからこのようにとじ針に糸を通してそのまま抜いて、これで完成です。はい、こんな感じでとじ終わりました。そしたらもう片方も閉じていきます。はい、このように閉じたら、最後にこの開いてるところの身ごろの部分、一周縁編みを編んでいきます。この編み方と一緒でいきたいと思います。はい、新しく糸端をつけていきます。身ごろの表を見て、この身ごろの端を編んでいきます。この袖の付け根から編んでいきます。だいたい長編みだったところは3目拾って、細編み部分は1目拾ってという感じで、目を拾って細編みを編んでいきます。この袖下の付け根のところから針を入れて、糸を引き出して鎖1目、立ち上がりを編んでから同じ目に細編みを編みます。だからこの糸端も一緒に編みくるんでいきます。編み地に針を入れて、糸端を乗せて細編みを編みます。
こういう感じで編んでいきます。はい、ここの付け根からまっすぐ身ごろの真ん中まで78目細編みで編んできました。あと、こちらの半分と、こちら側の身ごろ半分、だいたい78目という感じで、細編みを編んでいこうと思います。この、真ん中の作り目の糸端も編みくるんでいこうと思います。ここでマーカーをつけて数えやすいように印をつけていきます。最初の目に糸を引き抜いて、で立ち上がり鎖3編んで、この最初の目は台の目になるので編まなくて、次の目から長編みを編みます。これが長編み1目目になるので、 1,2 長編みを編んで、で鎖を1目入れて、1目飛ばして長編み2目鎖1目で1目飛ばして長編み2目これで編んでいきます。この袖の編み方で編んでいきます。1段目、3目目立ち上がり3目目引き抜いて、これで1段目が終わりました。そしたら2段目は裏側を見て編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、編み地をひっくり返して裏を見て編んでいきます。この前段の鎖のところ2束に針を入れて細編みで、鎖2目で、長編みの後のこの鎖のところに束に針を入れて細編み、鎖細編み、鎖2目細編み、鎖2目細編み、これを繰り返していきます。はい、の2段目の最後に来ました。鎖を2目編んだら、最初のこの、細編みの目に糸を引き抜いて、これで2段目が終わります。そしたら3段目立ち上がり鎖3目編んで、編み地を表に返して、それで長編みをこの編み方向のこの穴のところに束に針を入れて長編みを編みます。そしたら鎖を編んで、今度は最初のこの立ち上がりは長編み1目分に入れるので、これで長編み2目編んだことになるので、鎖を編んで、次は長編みを2目編み入れていきます。で鎖1目で、この細編みはこう飛ばして、この穴のところに束に長編みを2目編み入れて編んでいきます。3段目の最後に来ました。
長編みを2目編んで鎖を1目編んだら、立ち上がりのこの 1,2,3 目目、ちょっと後ろを向いてる感じなんですけど、この3目目に針を入れて糸を引き抜きます。そしたら4段目また立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して今度は裏を見て編んでいきます。はい、このように3模様6段編んで、裏側ですね、裏側で、編み終わります。で、最初の目に糸を引き抜いて、そのまま糸を引き出して糸をカットします、はい、そしたらもうそのままこの糸端の始末を、裏側にそのまま縫い付けて処理します、はい、こんな感じで処理したら糸をカットして、これで完成になります。2玉と、少し使用しました。なので230g かそのぐらいかと思います。最後にボディに着せた感じをご紹介します。レディースの M サイズに仕上がっていると思います。前立てが5センチ、この袖口が平置きで14センチ幅になります。この袖の模様が、長さが10センチになります。だいたい肘丈ぐらいの長さになります。もっと長くしたい場合は、そのまま段数を増やして袖を増やしていけばいいですし、七分袖ぐらいだったらいけると思います。身ごろのこの半分、この模様編みの部分が、幅が33センチなので、両方で、66センチになります。着丈は、ここの身ごろのこの模様編みの部分で44センチから45センチになります。なのでここの裾の部分は5センチ、襟と裾が5センチになるのでだいたい55センチぐらいあります。で、ここから、こちら側で拾って編んでるので、ここが、丸い輪の模様ができてますが、もしここ輪じゃなくてこのはっきり線で分かれるようにする場合は、身ごろ、作り目から拾ったのをやめて両方とも、鎖の作り目から同じものを編んで、閉じ合わせていけばいいと思います。ぜひ編んでみてください。はい、この編み方参考になったよっていう方はグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。